ショペイはシンガポールの電子商取引プラットフォームであり2009年にホレストリーが設立した C グループの参加。ショペイは2015年にシンガポールで最初に立ち上げられその後マレーシア、タイ、台湾、インドネシア、ベトナム、フィリピン、ブラジル、メキシコへと事業を拡大した。ショペイは東南アジアを及び台湾のユーザーに商品を オンラインで売買するサービスを提供している。コンセプト内に構築されたモバイル及びソーシャル要素により、テックインアジアはショッペイを2015年に見られた5つの破壊的な電子商取引のスタートアップの一つと表現した。2015年、ショッペイはユーザーが外出先で閲覧、購入、販売ができるソーシャルファーストのモバイル中心の市場として、 シンガポールに立ち上げられた。物流と決済サポートが統合されたアセットライトプラットフォームは、販売者と購入者双方にとって、オンラインショッピングを簡単かつ安全なものにすることを目的としている。その後まもなくして、アプリベースのプラットフォームは、ラザダ、トコペディアとアリエクスプレスのような地域の他の急成長中の電子商取引サイトに、 対抗するためのウェブサイトを立ち上げた。差別化を図るため、ショッペイは購入者が注文商品を受け取るまで販売者への支払いを保留する独自のエスクローサービス、ショッペイギャランティーを通じてオンラインショッピングのセキュリティを提供している。2019年9月3日にショッペイはシンガポールサイエンスパークに新しい6階建ての地方本社を正式に開設した。 新しい建物は3000人の従業員を収容可能な22,700平方メートルのスペースがあり、アセントビルにある旧本社の6倍の大きさを誇る。同社はこの大規模な地方本社設立でデジタル経済への取り組みを強化する。ショペーは当初消費者対消費者市場を中心としていたが、後に C2C と企業対消費者の両方のハイブリッドモデルへと 移行した。ショペイは市場全体で70を超える宅配業者と提携してユーザーに物流サポートを提供している。シンガポールでは物流のスタートアップ、ニンジャホンと協力して商品のピックアップと配送を行った。地域の他の配達パートナーにはパスマレーシア及びパスインドネシアが含まれる。2019年時点でプラットフォームは2億ダウンロードを記録している。 ショペイの2019年第二四半期の総注文数は前年の1億2780万件から92.7%増加して2億4630万件になった。流通総額も2019年第二四半期は前年の22億米ドルから72.7%増の38億米ドルに増加した。リップライスの2019年 第二四半期の電子商取引レポートによると、ショペイは、競合他社であるラザダとトコペディアを抜いて、月間アクティブユーザー数、相ダウンロード数及び、アクセス数の多いウェブサイトで一位の、ショッピングアプリだった。これらの GMV の主張はまた、アリババが支援する、ライバル企業ラザダの反発を招き、ラザダ前 CEO のマックス・ビットナーは、GMV の数字は、補助金制度によって、 容易に膨張させることができるとし、不健全な補助金が撤廃された暁には GMV は低下するのは歴史が教えるところであると主張した。それでも、マレーシアでは、ショッペイが2017年第4四半期にリノンを超え3番目に多く訪問された電子商取引ポータルになり、Google プレイと iOS アプリストアの両方でラザダを抜いて、 ベストアプリとしてランク付けされたインドネシアの消費者の間でも同様であり、シエーションペアレントが2017年12月に行った調査でインドネシアの母親にとってショッピングプラットフォームのファーストチョイスがショッペイであり、トコペリア、ラザダとインスタグラムが続くと明らかになった。2016年、ショッペはショッペユニバーシティイニシアチブを立ち上げた。このイニシアチブは 地元の企業家や企業がフィリピンでオンラインビジネスの立ち上げを支援する一連のワークショップとチュートリアルである。2017年、ショペイはシンガポールで200ブランドのショペイモールを立ち上げた。専用ポータルの特徴として、この地域の大手ブランドや小売業者が販売する何千もの商品が存在する。ショペイモールはより多様なオンラインショッピング体験を提供し、 オムニチャンネルアプローチを追求する大手ブランドによりよく対応するために制作された。2018年、ショペイは中国市場ポータルを開始した。このポータルではシンガポールの買い物客が配送料や仲介手数料を支払うことなく中国の業者が販売する商品を簡単に購入できる。このポータルはラザダのタオバオコレクションオプションと直接競合する。2020年、 日本からの越境 EC 販売も可能となった。2018年、ショペイは YG グループとの提携の一環として、ブラックピンクを初の地域ブランド大使に任命した。同年10月にガット7のベンベンもタイのブランド大使に任命された。2019年、ショペイは地域ブランド大使として、サッカーの代表的選手クリスティアーノ・ロナウドと提携した。この提携は、 ショッペイの代表的な年次ショッピングイベント9.9スーパーショッピングデーに合わせて発表された。ショッペイの親会社である C グループは2017年10月にニューヨーク証券取引所で10億米ドルの新規株式公開を申請した。C の39.7%の株式を保有するテンセントは同社上場の主要受益者であり、その他の大株主として ブルードルフィンズベンチャーが15%、リー個人が20%、最高技術責任者のギャングイが10%を保有している。2015年、ショッペイはシンガポールのデジタル出版社バルカンポストが発表したバルカンアワーズの第2版でシンガポールスタートアップオブザイヤーを受賞した。二千十九年六月、ショッペイが韓国の女性グループブラックピンクのフィリピン人ファンを 騙したとされる後、シャピースカムがツイッターの世界トレンドになった。ショペイはオンラインストアでの支出者上位568人に交流会イベントへのパスを提供するプロモーションをリリースした。しかし、一部ファンがチケットを獲得したという通知を受け取ったと報告したが、ショペイは後でチケットを撤回した。他の人は、ショペイがイベント前日に コンテストの仕組みを変更したことを示すスクリーンショットを投稿した。ショペイは現在フィリピン貿易産業省の調査を受けている。ありがとうございます。